北国新聞ニュースをお伝えします。津幡町出身の新小結大野里が史上最速の優勝を果たし、被災地能登や石川を励ます、大きな力を与えてくれました。大野里は千秋楽の昨日、関脇阿炎を押し出しで破り、12勝3敗の成績で優勝しました。幕下付け出しのデビューとしては横綱輪島の所要15場所を上回る7場所での優勝で、先場所優勝した武富士の10場所も更新する史上最速の記録になりました。県勢の優勝は輪島、出島に次いで25年ぶり3人目の快挙で、大野里は殊勲賞と敢闘賞にも輝きました。千秋楽の大野里は津幡町の後援会から贈られた火牛の形をモチーフにした化粧回しで土俵入りしました。そして優勝を決めると、優勝する姿を石川の人たちに見せられ、本当に嬉しいと被災地を思いやりました。大野里は次の名古屋場所で新関脇になる見込みで、来月2日に金沢市内で開かれる祝賀会が地元で初優勝を祝う凱旋の場になります。この他の郷土力士は、東十両3枚目の遠藤が12勝を挙げ、一場所での幕内復帰を確実にしました。東十両5枚目の輝きは自己最多タイの11勝と活躍し、幕内復帰が期待されます。東十両13枚目の欧勝海は5勝10敗に終わり、名古屋場所での幕下転落が濃厚です。大野里の出身地津幡をはじめ、県内は郷土の星の快挙に沸き返りました。津幡町役場では昨日パブリックビューイングが行われ、立ち見の人も含めおよそ400人が集まりました。大野里と書かれたうちわや横断幕を手にした町民や相撲ファンなどは祈るようにテレビを見つめます。大野里が力強い相撲で優勝を決めると、熱気はピークに達していました。北国新聞社は号外を発行し、金沢駅では号外を手に改めて喜びをかみしめる人や、等身大パネルの前で記念撮影する人が見られました。基地は和歌山です。はい、和歌山から来ました。災害ボランティアで、もう感動です。嬉しくて、本当に。金沢城リレーマラソンが行われ、およそ4400人が被災地の復興を願い、たすきをつなぎました。利家と待つ金沢城リレーマラソンは、春と秋に開催され、昨日の大会には被災した能登も含め440チームおよそ4400人が出場しました。新緑の金沢城公園には1周 1.9 キロの周回コースが設けられ、ランナーたちが22周を走るフルマラソンと半分のハーフの2部門で健脚を競いました。能登から参加したランナーからは、仲間と走れるって幸せ、辛さを忘れられたといった声が聞かれ、惜しみない拍手が送られました。さあゴール頑張った野田。ステージでは北国新聞文化センターのチアダンスなどが大会を盛り上げました。金沢ケーブルは来月15日から随時、地デジ、Qチャンネルの北国新聞ニュースプラスで、金沢城リレーマラソンのダイジェスト番組を放送します。
北国風雪賞がおととい3人の受賞者に贈られ、長年にわたり精進し郷土の発展に尽くした功績を称えました。今年で42回目になる北国風雪賞の贈呈式は北国新聞交流ホールで開かれ、受賞者に賞状などが贈られました。今年賞を受けたのは石川師範塾顧問の新村健良さん80歳、輪島塗技術保存会会員の中田文夫さん80歳、よさこいソーラン日本会組織委員会の会長桶谷茂樹さん71歳です。贈呈式では北国新聞社の砂塚隆弘社長が、皆様が刻まれた足跡は省の歴史に一層の輝きと重みを加え郷土の誇りですと挨拶しました。最後に森の都合唱団が歩みを歌い上げ、家族や知人とともに3人の功績を称えました。金沢ケーブルは加入相談会を行います。相談会の会場はご覧の通りです。相談会では事前に来場予約した上で金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくと、サーティワンアイスクリームギフト券500円分をプレゼントいたします。ご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しくださいね。電話番号は0120-751-114番です。お待ちしています。